どうか我らの知恵の神になってくださいまし。物語の主人公岩永琴子は11歳の時、怪異と呼ばれる者たちの願いを聞き入れ、その者たちの知恵の神になった。だがその代償として右目と左足を失ってしまう。一眼一足にされた者は神への生贄にされたというか。はい、神と人をつなぐ贄、あるいは神の声を聞く巫女ともされています。そんな琴子は病院で偶然助けた大学生桜川九郎に一目惚れする。一見穏やかに見える九郎だが、実は怪異たちに忌み嫌われる特殊な体質を持っていた。九郎が幼い頃に食べた2種類の怪異が原因だという。古来人魚の肉を食べた者は不老不死になると言われてますが、もう一つは何を。そんな普通ではない二人が様々な事件に巻き込まれていく。危険に飛び込んでいくことこの危うさを案じた九郎は事件解決に手を貸していくようになる。もっと自分の身の危険について考えた方がいい。そんなことこも時折見せる九郎の優しさにさらに信頼を寄せていく。認めましたね、付き合うことは。そうじゃない。それから2年後、枕坂市で通り魔被害に遭う事件が多発した。町では元アイドルの亡霊荒神七瀬が犯人だという噂が。噂話を真に受けてる刑事なんて格好のいいもんじゃない。あの場所に残る異質な空気感は本物だった。そしてコトコとクロウも次第にこの事件の謎に巻き込まれていくことになる。力ずくで倒せるものじゃない。荒神七瀬。